ライデン2、ライデン2は1993年に西部開発が制作、販売したアーケード用シューティングゲームである。ライデンの続編にあたる。8方向レバープラス2ボタンで時期の超航空戦闘爆撃機、ライデンマーク2を操作する。全8ステージ。このゲームはループ制で最終ステージをクリアすると、また一面に戻る。ボンバーに拡散ボンバーが加わった。 アイテムの種類及び効果は来年を参照。最大7方向まで発射できる。パワーアップが最高の状態で取得すると、ボーナス点が入る。パワーアップすると、レーザーの数が増えるが、バルカンよりは、狭い範囲を集中して、攻撃を行う。新たに追加された装備。連射していると、レーザーの性質が変化し、曲線を描きながら、敵を捕捉し、 ダメージを与え続けることができるようになる。ボタンを連射しているだけで、画面中の敵ほぼすべてに対応できるが、バルカンレーザーに比べて威力が弱いため、ボス戦では長期戦になりがちである。前方へミサイルを発射。自分のミサイルが誘導され、威力は低い。世界連合軍の誇る超航空戦闘爆撃機雷電と、外宇宙生命体との戦闘から3年後、 一時は勢力を弱めた外宇宙生命体が再び強大な戦力を取り戻し、戦闘はさらに激化、次第に制圧されていく地球。この危機を打ち砕くため、世界連合軍は機動性をさらにアップし、新兵器であるプラズマレーザー、核酸ボンバーを搭載したライデン2を開発。人類の未来をかけ、再び外宇宙生命体に立ち向かっていく。 本作のステージを記述する、ありがとうございます。